ウィル・フェレルはアメリカ合衆国の俳優、コメディアン・プロデューサー。コメディアン、俳優として知られ、190センチを超える長身の持ち主であるフェレルはカリフォルニア州アーバインに生まれた。母親は教師で、父親はロックバンドライチアス・ブラザースのキーボード奏者リー・フェレルでアイルランド系の家系であった。地元の学校へ進学し、 高校時代はフットボールに励んでおり、キッカーであった。高校卒業後は、南カリフォルニア大学へ進学。そこでは、スポーツ放送について学び、スポーツ情報の学位も取得。しかし大学卒業後はその分野へは進まず、即興コメディ劇団のザ・グラウンドリングスへ参加して、コメディアンとしての才能を発揮する。1995年より2002年までは、 サタゲーナイトライブにレギュラー出演し、ジョージ・ W ・ブッシュをはじめとして20種類以上のキャラクターを演じ分けた。同番組を卒業してからもホストとして数回登場する。映画にも進出し、マイク・マイヤーズ主演のオースティン・パワーズシリーズに登場するトルコ人暗殺者のムスタファ役や数本の低予算コメディ映画を経て、 主演作のエルフ・サントの国からやってきた俺たちニュースキャスターが同国内で大ヒット。アメリカで最も人気のあるコメディアンとなる。日本では劇場未公開となることが多く、なかなか知名度が上がらなかった。しかし2005年には6本もの作品に出演し、メルブルックスのプロデューサーズにも春の日のヒトラーを書いたナチス教のドイツ人脚本家フランツの役で出演。 奥様は魔女ではニコール・キットマンと共にゴールデン・ラズベリー賞の最低スクリーンカップル賞を受賞している。2007年に出演したナポレオン・ダイナマイトのジョン・ヘダーとの共演作品、俺たちフィギュアスケーターはビデオスルーの予定だったがアメリカでの人気が飛び火して渋谷のシネマガガでの公開にこぎつけ、1日の総動員観客数の新記録を樹立するまでの成績を残した。 その勢いによりようやく日本でも人気コメディアンとして広く認知された。ちなみに俺たちフィギュアスケーターは三浦淳により三浦淳賞を受賞。これまでプロデューサーズと主人公は僕だったでゴールデングローブ賞にノミネートされた。また2009年にブロードウェイ舞台にてジョージ・ W ・ブッシュを演じた You are Welcome America がトニー賞へもノミネートされた。 サシャバロン公演や、ジョン・シー・ライリーとの共演作、タラデガ・ナイト・オーバルの狼では、MTV ・ムービー・アワードのベストキス賞を受賞した。出演作品では、型破りなキャラクターを演じているが、主人公は、僕だったで共演したダスティン・ホフマンはインタビューで、普段のフェレルは寡黙でおとなしく、たまにジョークを言うような、真面目な性格というギャップがあると語った。2007年に、 ハリウッドで調査されたサインをくれる人、くれない人ランキングではワースト部門1位に選出されている。2009年にホーブス氏が行った最もギャラをもらいすぎの俳優で1位に選出された。レッドホットチリペッパーズのチャドスミスと似ているとよくネタにされている。これをきっかけにジミー・ファロン司会のザ・トゥナイトショーで共演を果たす。さらに番組の後半には ドラムプレイ対決も繰り広げ、終盤には他のチリペッパーズのメンバー3人がサプライズで登場して演奏が始まるなど、スタジオを大いに盛り上げた。2000年8月、かつて演劇クラスで同級だった、スウェーデン人女優のビビカポーリンと結婚。3人の息子を設ける。ありがとうございます。